マルボウ刑事の有賀由紀です。いつも役目を読んでくれてありがとうございます。今回は皆様に大事なお知らせがあります。なんとヤクザと目つきの悪い女刑事なし連載2周年を突破したわ。これもいつも役目を応援してくれる皆様のおかげです。本当にありがとうございますと作者は言っています。商業連載立ち退き、リツイートイン数が下がる中でも個人で発表を続けて書いてよかったと思います。 YouTube アニメ商業コミックス展開、ヤクザの轟きを捕まえるため今後とも一緒に役目に目を光らせてね。ありがや、何一人でブツブツ言ってんだ。人の事務所の前で失礼ね。役目連鎖が2周年記念だからお祝いしてただけよ。何、刑事のくせにアコギな商売しちょるばい。すき2年で役目をこれだけ展開できたとは、これで土蜘蛛の勢力拡大も確実。くそ、2年経っても進展なしかよ。3年目こそは有賀や俺の女にするばい。え、俺の女、あれ縛った、本日と手前が逆に誰があなたのものですって。嬉しい。は、ダメ、トドロキはヤクザなのに喜んじゃダメ。言っとくが、俺が倒す女って意味ばい、決してお嫁に欲しいとかじゃ。連載2周年は突破したけど、お互いの前は突破できていない女刑事とヤクザ。